お待たせしました。今日は前回の続き、前回脊柱のあれこれをいろいろ話をしましたけど、まあ、前回まで骨のことを割と喋ってたんで、今回は筋肉、血管、神経とね、ちょっと違う部分で、まあ、まず頸部、頸椎、胸椎、腰椎とある中の頸椎の部分の周辺から、まあちょっとお話ししていこうかなと思います。はい。まあ、今日もね、こう講習をやらせてもらってたんですけど、2件。どちらの回でも出てきたのが、ちょうど首の筋肉。首ってね、結構皆さん難しい、怖い、ね、触らん方がええんかなっていう話がね、ちょいちょい出ますけれども、まあ、決してそんなことはなくて、まあ、ちゃんと正しく、ね、理解があれば、何も怖いことはないというか、まあ、知らないからやっぱりどうしても怖いっていうことになるので、まあ、その辺を知っていただくきっかけになればいいかなと思っております。はい。まあ、何かあれば随時コメント入れてください。で、首の筋肉の中で、まあ、じゃあ早速ちょっと具体的に上げていきましょうか。頸椎の筋肉。ね、いろいろ書いてますけど、頸部。まあ、胸鎖乳突筋っていうね、こう割と有名な筋肉がありますね。胸鎖乳突筋、胸の鎖骨。ね、乳突筋。まあこれそのままなんですよ、実は。どういうことっていうと、胸鎖乳突筋っていうのはこの首のね、こう側面というか横ら辺についてる筋肉なんですけど、じゃあどこからどうやってついてるのか、でこう見ていくときに、具体的に骨で分かりやすいのがないんですけど、胸鎖乳突筋って全部骨の部位の名前なんですね。どういうこと？って言うと、要は胸骨の胸、鎖骨の鎖。で、乳突っていうのは耳の後ろに乳葉突起っていうね、骨の突起があるんですよ。まあ、骨のね、耳の後ろにある骨の出っ張り、グリグリしたやつですね。要は骨のグリグリし、ね、耳後ろのグリグリしたところから、こうビーって首通って、鎖骨についてる部分と、こう、もうちょっと前、胸骨、胸の前。まあ、若干こう二つに分かれてる部分ですね。ここの部分、わかるかな？こっちに行ってる部分と、こっちに行ってる部分。鎖骨についてる部分と、胸骨についてる部分とっていうふうにあるんですけれども、まあ、そんな風についてるから、胸鎖乳突筋っていう名前になってます。じゃあまあそこ、じゃあ何なのっていう話になってくるんですけど、まあ今日もお話の中で出てきたんですけど、なんか石原さとみが一時期こう話題にしましたよね。胸鎖乳突筋。まあ、鍛えればって間違って広がってたと思うんですけど、小顔になるみたいな。まあ、というよりはどっちかといえばこうね、ほぐせば、ね、こう緩めてあげるとか、そういう方が効果はあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ結構ね、いろいろ言葉が一人歩きしちゃったりするんでね。まず胸鎖乳突筋。じゃあ胸鎖乳突筋ってじゃあどういうふうについてて、でその奥にどういうものが通ってるか、ね、血管や神経っていうところにも今日は関連を見ていきたいなと思うので、その辺がどういう関係性になっているかっていうのをちょっと見ていきましょう。首が硬い人、ね、首つらい人、あと頭痛い人、なんか重い人、まあそういう人にね、こうすごくこう当てはまる部分だと思うので、ここら辺いじりどころではありますよね。さあ、じゃあ胸鎖乳突筋。こいつですね。右の。で、さっきお話をした部分だと、じゃあ乳葉突起ってどこにあるの？ちょっとこの部分なんですね。ちょっと筋肉取ります、一回。この耳の後ろ。まあ、この部分ですね。ここから始まってますよ。そこから鎖骨や胸骨。胸骨柄ですね、ここね。胸骨って3つに分かれてて、胸骨柄、胸骨体。で、剣状突起と。まあ、そんな風にね、3部位に。頭、胴体、足みたいな。足短っ。
ね、そういう感じの分かれ方ですけど、まあこの辺りについてますよって。じゃあもう一回筋肉戻しますね。ちょっと後傾筋でもちょっと邪魔なんでどけます。じゃあこの筋肉、胸鎖乳突筋あります。じゃあこの筋肉、じゃあなんでそういう話になってんやろうなって考えた時に、多分ね、まあ、これを取った時にね、こうやってさらにね、こういう血液ね、静脈とかいっぱい通ってたり、もちろん動脈も通ってるし、ね、こう頭の方からこう降りてくるやつ、ここに大きい鎖骨下静脈っていうね、太い主要幹線道路みたいなところですね。まあ、そこに戻っていくんですけれども、頭の方、首の方から戻ってくるところ、まあ、だから多分ここに筋肉があって、こいつがカチカチになってくると、まあ、こういうところ、ここら辺にこうね、通ってますよね。こういうのは締め付けちゃうんちゃうかな。こういうところもそうですね。そしたらこうね、こう配管、排水のところと同じようなイメージですね。ゴミが溜まってると流れにくい。詰まってくると流れにくい。まあそういうことが起きてくると、ね、上から下にこう、ね、こう処理していきたいものたちが、ね、この辺で滞ってしまう。で、結果顔がむくんでしまうみたいなことってあり得るんじゃないかなっていう部分も多分関係性としてはあると思うんですよね。まあ、いろんな捉え方あると思うんですけれども。まあ、だからこういう首の筋肉、まあ、この辺なんかっていうのは、まあ、緩めてあげると流れがいいんじゃないかな。逆に下から上にね、行く動脈、頭の方にね、こう栄養を送ってくれてるわけですよ。それもこの辺で通りが悪くなってると、そうすると酸素とか運んでくれてるのも血管やし、栄養を運んでくれてるのに、供給が届かない。そうすると血液がうまく巡ってこない結果、血液がいかない、血が足りないことを虚血って言いますけど、まあ、虚血性の頭痛が起きたりとか、そういうことも多分あると思うんですね。もちろん原因がどれかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあそういう要素になりうる場所やと思うんで、だからこういうところってほぐすといいんちゃうかなって。まあ今日実技でやってた時なんかは、まあここら辺をほぐすって考えた時に、じゃあこの組の筋肉ぐり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 ほぐしたらいいかっていうと、まあ、割かしね、こういうところってもう揉み返しも起きやすいし、こうやって血管もたくさん通ってる。ね、血管っていうのもね、破れて内出血することもあるし、強い刺激ばっかゴリゴリやってると、まあそういうことが起こってくるから、この真ん中ら辺っていうのはまあ比較的優しくていいんじゃないかなって。まあその代わり、この乳幼突起の近く、耳の後ろですね。こういう部分、この辺なんかっていうのは結構ね、しっかりほぐしてあげるといいんじゃないかな。そうすることで、この辺までしっかりほぐれてくる。だから、この耳の後ろなんか、で、よくヘッドマッサージとかやるときに、頭の後ろ、ね、首と頭の境目に、こうね、なんかへこむところがありますよね。まあ、そういうところに指入れて、こう引っこ抜いたりしますよね、頭をね。そういうマッサージの仕方。まあ、それの延長線で外の方に流れていくと、この乳幼突起があるので、まあ、この辺をしっかりほぐしてあげると、まあ、割かしほぐれるんちゃうかなっていうポイントですね。まあ、この辺を攻めてってあげるといいかなっていう場所です。で、まあ、鎖骨や胸骨についてるってことは、同じように鎖骨周り、胸骨周りについてる筋肉ってね、やっぱ胸の方にもたくさんあるわけですよね、こうやってね。ってことは、まあ、この辺もね、合わせてほぐしてあげると、まあ、こっちにも首の方にも影響があるやろな。まあ、だから、まあ、首痛い人とはいえ、鎖骨周り、デコルテ、いわゆる、まあ、こういうところもしっかりやってあげると、まあ、多分結果としていいのが出やすいんじゃないかな。まあ、そういうふうに思うので、まあ、攻めどころとしては、ね、こう首だけじゃなくて、まあ、引き続き合わせて、まあ、デコルテなんかも一緒にね、一つの、なんだろう、ユニットとして考えてあげると、まあ、流れとしてもいいだろうし、まあ、ほぐす効果としても出やすいんじゃないかな。で、この乳幼突起にこれがついてきますってなった時に、じゃあその横ら辺ね、こうつながってくる、もちろん頭もそうですね。後ろから前にかけて、頭の筋肉っていうのはね、割とこう広く浅くついてるので、こうやって前から、あ、後ろから前にね、こうやってつながってる。
じゃあここをほぐす上でこの辺も一緒にね硬くなってくる可能性あるから、頭の膜なんかをねこう緩めてあげると、まあここら辺もほぐれやすくなってくる。同じように耳の後ろですね、こういうところも一緒にほぐしてあげるとよりいいんじゃないかなっていうところだから、この耳周り一緒にほぐしていってあげると、耳の後ろ、こう乳幼突起の方やと胸鎖乳突起、でさらにね頭の方、後ろの方で側頭筋、側頭筋、名前が違うか、はい、側頭筋膜で まあこういう場所、あとはこっちのね額の方に行くもの、あとは顎の方の筋肉とかも、まあ、こういうところにもちょこちょこいろんなのがついてるから、まあ、ヘッドスパみたいな感じの流れで頭の周りなんかやってあげると、頭、耳の周りかやってあげるといいんじゃないかな。でさらにね、まあその血管とかもあるわけですよね、こうやって。だからこういうところから結局ね、ここの血管見てもらっても、ああこいつ、ここから分かれて耳、目の方に行ったりもしてますよね。ちょっと触られ、ちっちゃくて。だからこの辺がカチカチになってると、そういうところにも影響が出るんやろな。じゃあこの首の、ね、こういうところ。ここにもすごい血液集まってますよね。なんかいろんなね。ね、こうやってね。で、こういうところも、まあ、緩めていってあげると割といいんじゃないかな。噛み癖がある人って結構いますよね。ストレス溜まるとどうしてもカチカチに、この辺って固まってることも多いです。まあ、そうするといろんなこうね、ね、こういう細かいものがある中で、こいつらカチカチになってくると、なんか悪いこと起きそうやなっていう予想がつくな。じゃあこの辺ちょっとやってあげるのもいいんじゃないかなっていうのが、まあ胸鎖乳突筋絡みから、まあ後筋、顎の方だったり、耳の周り、頭部だったりっていうところに合わせてやってあげる。首だけやるっていうよりは、ね、頭も含め、フェイシャルも含め、一緒にやってあげると、多分流れはいい。で、そこがさらにデコルテにつながってくる。まあ、まあ、頸部の中でも、横の側面なんかだと、こういう、まあ、胸鎖乳突筋というのは、割と代表的な筋肉になってくると思うので、まあ、そういうところを見てあげるといいのかな。後ろの方はね、前にちょっとキャスでも話しましたけどね。はい。まあ、この僧帽筋の奥に、いろんなものありますよね。まあ、頸椎、胸椎。で、その辺から、たくさん細かい筋肉が出ている。もちろん首の筋肉だから全部頸椎から出てるかっていうと、そんなことは決してなくて、ね、下の方、ね、頸椎7番この辺ですから、まあ、この辺ぐらいからこう首の方にこう流れている筋肉たちもたくさんある。で、この辺からこの辺からって、ね、で割と首の筋肉たちっていうのはね、こうやってこの後ろのこの付け根に集まってくる。まあ、そう考えたら、やっぱりさっき言ったこういう部分はほぐすときにぐーっと圧をかけて、しっかりアプローチかけてあげるといい場所かな。で、その延長線にさっきのね、こういうね、胸鎖乳突筋まで広がってくる。後部ね、こう首の後ろっていうのは、まあこの辺をぐいぐい押したらいいというよりは、どっちかといえばこう背骨の際にたくさんいろんなものがついてる。さらに胸椎の方からたくさんついてる。まあ、そう考えたときに、まあ、割とこの背中の肩甲骨の間あたりぐらいからしっかりとやってあげると首の後ろ側いいのかなって。で、こういうところが硬くなってくる影響で首の後ろが詰まるような感じになってくる。そうすると上を向いたときに首の後ろが痛いみたいなことになりやすい。そういう人ってまあ割とね、こう後ろ側のこの首の筋肉、胸椎の方から出てくるような筋肉とか、まあ、そういうところが結構カチカチになって、ここを詰まるような感じに仕向けてしまっていることも多いので、肩甲骨周りや胸椎の周りをまずしっかりやってあげた上で、ヘッドマッサージや、ね、この付け根を引っ張り上げてあげるようなマッサージをしてあげることで、まあ、首が動きやすくなるっていうことは大いにあり得るんじゃないかな。で、さらに前の方の話が出てきます。次は まあ、今日さんの突筋も取っちゃいます。で、まあこの辺の筋肉の名前です。
ちょっと一回教科書に戻しますね。なんか質問とかあったら投げといてくださいね。前回めっちゃコメントくれたのに今回一件も来へんな。すいません。ね、次は前側で血管とかもね、次結構関わってくるんですよね。まあさっきも関わってたけど、こう見ていくといいかな。まあこの舎角筋っていう言葉、舎角筋っていうのは前中後ってあるんですけれども、この舎角筋って何って、こうすごい小さい筋肉なんですよ。こいつら、ね、呼吸の補助とかしてるような筋肉なんですけど、中舎角筋、あ、中舎角筋しか入ってない、言葉ないな、こっちか。じゃあこっちでいきますね。はい、前舎角筋、中舎角筋、後舎角筋、ね、これ肋骨についてる、肋骨から頚椎についてる。要は呼吸をする時って肋骨が動くんですよ、息を吸ったり吐いたり。その時にこう肋骨を動かしてあげることで呼吸を助けてあげてる。だから呼吸の補助をしている筋肉っていうことです。ただこれって結局もっとメインです。しっかり働く筋肉や、ね、肋骨周りがもっとちゃんと動く、そういうメカニズムが本来呼吸にはある中で、呼吸が浅くなったり速くなったりしてくると、こういう、ね、首の筋肉が過剰に働きすぎてしまうことってあるんですね。そうするとこの辺がカチカチになってくる。じゃあこの、まあ、マニアックな舎角筋とかが硬くなったらどうなるの？舎角筋症候群っていう言葉があるんですね。何それ？しびれたりするようなね、やつです。この舎角筋っていうのが隙間を作ってる場所があるんですね。舎角筋壁っていうね、こう隙間があるんですけれども、そういうところの間に、細かい間に血管やね、神経っていうのが通ってる。そうすることで、腕の方に行く血液や血管になってくるので、手のしびれが出てくるっていうのが舎角筋症候群って言います。あ、すいません、コメントありがとうございます。ご丁寧に助かります、こういうの。欲しがりなんで。じゃあまあどうなってんのっていうのをもう一回ね、ちょっとアプリ変えて見ていくとすると、よし、まあこうやってね、細かいですね、よいしょ、この中舎角筋、前舎角筋、後舎角筋、触れた。この間に、ここにね、神経、黄色いやつ、ね、こういうのが通ってるんですよ。ここら辺がカチカチになってくると、こいつらを締め付けちゃいます。そうすると、神経っていうのは、ね、こう圧迫されたり刺激されたりすると、しびれを生じるので、そのしびれる場所ってどこってなると、手の方になっていく。はい。なので、そういうところをいかにこううまく、ね、こう、柔らかくほぐしてあげるかっていうのも実は大事だったりするんですね。だこういう血液や神経が集まってるこの辺の部位。だから、ここら辺はあんまり強引には触らない方がいい。だから、例えば指3本ぐらいで、指先だけじゃなくて、指の腹から第二関節ぐらいまで、広い面で当てて、ゆっくり円を描くように、ソフトにマッサージをしてあげると、まあ、この辺なんかはいいのかな。で、逆にこの上の方、付け根の方なんかは、まあ、割とがっつりこうぐーっと圧をかけてってあげると、おそらく、ね、全体としてはほぐれやすい。鎖骨周りをほぐしてあげる、もしくは肋骨周りをほぐしてってあげる、いわゆるデコルテの部分ですね。そうすることで、結果首の方の筋肉も緩んでくる。だから首が痛い、首が張ってるから首をガンガンほぐすというよりは、周りをほぐしていくこと、肋骨周り、鎖骨周り、あとは頭のね、後頭骨周り、その辺が攻めどころになってくるんじゃないかな。あとは胸骨、胸椎の周辺とかね、もちろん胸骨もそうですけど、
なのでそうやってソフトに触るところはソフトに触る、しっかり触るところはしっかり触る、そういうところが大事になるかな。あ、コメントありがとうございます。すごい名前ですね。合田筋骨丸、すげえ強そうやな。 ありがとうございます。社長さんとかのむやみに触らない方がいいって言われることがあるんですけど、触るときの注意点。まあ、だから今まさにお話ししたところですね。まあ、首の周り、ね、この側面なんかにはこれだけたくさんの神経や血管が通ってる、だからむやみに触らない方がいいみたいな話になってくるんだろうなとは思うんですけれども、まあそういう部位に関しては割と広い面で優しく触ってあげる。で、逆に骨の際とか、まあ、鎖骨の上の際とかはね、あんまり、ここも結局神経いっぱい通ってるから、神経あるし、血管あるし、で、この辺触られたら割と不快やと思うので、あんまりやらんけど、この下の方なんかはしっかりほぐしてあげる。まあ、そうすることで鎖骨が動きやすくしてあげることで、割と、まあ、実際、肩、首っていうところにほぐれてくるんじゃないかな。まあ、なので、そうやって攻めるところを知っておくこと、付着してることを、どこに付着しているかを知っておくこと、で、その筋肉と神経や血管の関連性っていうのを知っておくことができると、そんなに別に怖いことではないんじゃないかな。で、別に首の上の方の頭の付け根なんか骨なんやから、別に押そうがそんなに何も起きない。まあ痛いっていうのはあるでしょうけど、強すぎたらね。ただこのね、筋肉があって、その奥にたくさん神経がいろいろ通ってますよっていうところは、あんまりぐりぐりいくと筋肉自体もちっちゃいわけやから、まあ揉み返しみたいなのが起きやすいし、まあ場合によっては手がしびれたりとかそういうこともあるんだろうなとは思うけど、どっちかといえば激しく動かす方が怖いです。カイロのようにね、ムチの人がバキッて鳴らすために首を思いっきり一気に動かすと、やっぱこれだけ細かいいろんなものがある中で、やっぱ痛めつける要因にはなるんじゃないかな。押すことよりも激しく動かすこと、ストレッチで思いっきり持っていくこと、まあ、そういうところの方が、まあ、気をつけた方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、僕が思う注意事項ですかね。首からするとね。またちょっと画面変えていきますね。まあ、こうやって斜角筋や胸鎖乳突筋や、あとその他首の後ろの筋肉だったりとかっていうのは、まあいろいろあるんで、まあ細かい筋肉の名前までは別に覚える必要ないと思うし、僕も別に全部覚えてないですけど、まあ、ただその合間に結構、まあ、斜角筋にしてもそうやし、胸鎖乳突筋にしてもそうやし、割と神経や血管が通ってますよって、だからその辺を柔らかく優しくしっかりほぐしてあげることが攻めにもなるかなって。やっぱりこう痛みを感じやすいから、怖いから危険だから触らないで安牌にしておこうっていうのは、まあそれはそれでいいかもしれないし、まあそういうね、何をサービスとして求めてきてるかっていうところが大事になると思うんで、絶対攻め込む必要はないと思うんですけど、まあ、もしね、こう体を良くしてあげたいとか、こうどうにかしてあげたいと思うようなことでアプローチをするんであれば、やっぱりちょっとね、こう知ることで、ある程度、リスクっていうのは軽減できるはずなので、そこら辺はね、こうちょっと勉強して知ってみると面白いんじゃないかなとは、思います。で、首の後ろの筋肉、ね、こうやって脊柱の際、これだけね、奥の方ですけどね、これね、この上にもっともっと表面がたくさんあった上で、さらに一番奥にこうやって、肋骨一本一本についてたり、背骨に一本一本についている。まあこれが結局首ね、頭を下に引っ張ると、この後ろの部分が詰まってきたり、苦しい状態になってくるから痛くなったり、まあそういうことも起きてくると思うんですよね。まあだからこそ、そこら辺をうまくね、こうほぐせるね、ほぐしやすい部位をしっかりほぐしてあげる。で、逆にこうリスキーなところはそんなに一生懸命ぐいぐい押さんでもええかなと。ね、流してあげるように優しく触れるといいんじゃないかなと思います。まあね、首の方からっていうのは大きい血管、動脈や静脈っていうのはこうやって通ってます。心臓につながってるね、腕頭動脈、この辺とかね、あって、さらに腕の方に行くもの、ね、頭の方に行きもの、で、頭の方、首の方からね、顔や頭に行く方、で、頭から戻ってくるもの、いろいろあるんですけれども、まあ、だがさっき言ったように、
この首周りがあんまりカチカチになってると、そこの交通情報状況がね、あんまりよろしくないんじゃないかな。まあ、だからこそそこら辺はこううまくね、こうアプローチをすることができると、多分結果が出てくる。で、首から出てくる神経っていうのはやっぱり手をね、どうこうする、手を動かしたり手の感覚だったりっていうところの、ね、仕事をしてくれてるわけなので、首がやられると手にしびれが出るっていうのがよくある話。首の頸部のヘルニア、頸椎ヘルニアだったりとか、まあいろんなね、こう状況でいろんなものでこう神経っていうのはありますけれども、ヘルニアに限らずね、神経症状が手に出ることってありますけれども、まあそれがじゃあどこで詰まってるのか、まあ、胸のところで詰まることもあれば、ほんと頸椎のね、際のところで詰まることもあるし、むしろ手首で詰まることもあれば、神経がどこを通ってて、どこが通りづらい場所になってんのかなっていうのを知ってると、しびれの原因っていうのが定かに分かりやすい。で、どういうふうに改善したらいいかなっていうのがつながりやすい部分になってくるので、まあ、そういうイメージを持てるとね、よろしいんじゃないかなとは思います。まあ、頸部、まあ大体こんなもんですかね。まあ、次は胸椎や頸椎、違う、胸郭っていう話になってきます。まあここからは次でいいかな。ね、こうやって話していくとね、もう何回授業やんねんってなりますかね。いつ終わんのやろね、これね。はい、なんか質問あれば書いてください。珍しく早めに終わったな。まあ短いよね、範囲が。やってることすげえ少なかったもんな、今日。首っていうのは割とね、YouTube にまだアップしないかも。アップしておきます、今度。キャスのライブ履歴からは見れます。保存はしてます、前回のも。ちょっと YouTube にアップする作業をしてないだけで、まあ、一瞬でできるんで、この後しておきますね。あとは、何やろね。そんなもんかな、首。今日何話したっけ？今日結構ヘッドマッサージ中心に首周りデコルテやったんですけど、デコルテ周り意外とね、力が足りない人が多いです。もっとかけて大丈夫って思うのに全然かかってない人の方が多かったりします。なんかそこもやっぱ骨の際って割と強めにいけますから。でもなんか痛いかなと思って、これぐらいだとどうですかって聞くと、いや、ちょっとむしろ全然足りないです、みたいな。痛いですかって聞かれるけど、いや、もっといきます、むしろ足りないです、というケースが意外と多いです。特に女性セラピストさん。やっぱりね、男性がやるよりも、ね、力がやっぱり弱いでしょうから。で、男性の大きな体とかだったら、圧倒的にね、多分足りない方が強いと思います。だから、割と圧をかけれるんだなっていうことを知っておくことが大事。例えばね、知り合いの、ね、鎖骨借りてもいいと思うんですよ。ちょっと痛かったら教えてって。どれぐらい押したら痛いっていうのを、痛いラインを知っておくことって大事です。痛くないですか？痛くないですか？痛くないですか？って聞くと、いや、足りてへんけど痛くはないですよ。っていうゾーンも、はい、痛くないです。はいになっちゃうんで。二択にするとね。それだと案外、本当にちゃんと刺激が届いてない。安牌かもしんないけど、効果も出えへんよ。どっちがええのって話になっちゃうので。まあそういう意味では、ちゃんとね、圧をかけるんだったら、その加減をどれぐらいっていうのは、やっぱり痛いところを知ることって大事だと思います。あと、受けてみること、やってもらうこと、どれぐらい押せるかな、まあ、意外と大丈夫かもとか。痛い人はもちろん痛いんですよ。まあ、そのね、差を知っておくことっていう、何人か並べて、ちょっと押してって同じぐらいの力で、ああ、この人痛いけど、この人全然大丈夫やなとか、あると思うんでね。そういう圧の加減のコントロールっていうのは、ちゃんと知っていくと、酒と一緒ですね。酒、どこまで飲めるか、限界知らんとね、どこで潰れるかわからんから。まあ、潰れることがいいことじゃないですけどね。まあ、そんな感じでね、力の加減っていうのも知るといいかな。構造を知っておくと加減できるんで、今日はそんなお話でした。どうもありがとうございました。